どうも皆さんこんにちは。そして今日はカニに銃を持たせて戦うというヤバすぎるゲームをやっていきたいと思います。で、カニが銃持ってるの見たことない人は高評価とチャンネル登録。はい、でこれですね、皆さんラウンド制になってて、見てほら、アイランド1でアリーナでなんかね、敵が迫り来るのよ。このなんか気持ち悪いやつがいるでしょ、なんか大きなうんこみたいな、こいつらが攻撃してくるから倒していくと。あ、よいしょ。そしてね、アイランド1クリアっていうわけで、ちょっと見て、このなんかね、団子みたいなのあるでしょ。この団子破壊すると、こうね、ショックウェーブとか打ててね。まあ、マップ上のアイテムを駆使して、カニで敵を倒して、で、しかもラウンドクリアするごとに、このね、チェストみたいなのがゲットできて、このチェストの中にアップグレードアイテムがあると。で、例えばこれは、ハイカリバー。ダメージ上がるけど、弾数が減る。なんかいいのないんだけど。でも弾数減らしたくないね。俺、ショットガンだから見て。ショットガン持ってるカニ見たことありますかと。スパイラルショットにしましょう。ダメージ上がるけど、スパイラルに動く。あ、もうよくわかんないよ。で、次のラウンドのチェストも選べると。スピードチェストか、ランダムチェストが2個もらえる。こっちでしょ。オッケー、まあいけるね。いけるね。見てこれ。お、ノー。ノー！これしかもダブルジャンプとかできて。見てください、これ。こんな、運動神経がいいカニ見たことありますかと。ちょっとこれ楽しいんですよ、意外とね。お、なんか、ヘドロ打ってきてる、こいつ。お、しかもなんかいるんだけど。浮いてる、頭蓋骨がある。ちょっとね、これさっき試してやってたんだけど、俺の必殺奥義、グレネード。 OK、 外した。これね、グレネードも投げれるんですよ。グレネード、おいー、投げた。これはなんだ、あ、回復できる、この変な石。それは便利だ。よし、いいね、2個来たね。ランダムチェスト2個来たよ。はい、何が来んの。いいの来ていいんじゃないの。星バイタリティ、これ取ります。敵を倒した後ちょっとの時間攻撃力上がる、近くの敵へのダメージが上がる。これ楽しくない。ランダムチェスト、これなんだ、これなんかめっちゃ良くない。 2× クリティカルチェストが手に入る。だって、はい、とで、これ多分ボス戦とかもあんのよ。ボス戦とかもあって、お前やばい、ノー、なんか団子みたいにいる、団子戦士いる、ノー、何。でも弱いね、まだね、まだね、3ラウンド目だから敵もそんな強くないと。だからこの間にいい武器とかをゲットして強くなって世界最強のカニへと成長すると。我々はグレネードパンチ、ノー、外した。 OKOK、 いいね、強すぎな俺。ちょっとこの俊敏すぎる動きが鍵を握ってくるんだけど、じゃあとりあえずクリティカルヒットが上がるやつ取って、もうダブルで取るわ。クリティカルヒットが上がりまくるカニ、ダメージアップグレードがあるか。エレメンタルチェストってなんだ、ダメージやろ。ダメージが高すぎるカニになりたいというわけで、ボス、あ、違うわ。俺分かったんですよ、これ。動きまくった方がいいんですよ、このゲーム。なんでカニがカニを襲ってんだと、まず。勝てると思うなよ、グレネード。これね、キラースライドもできるんだけど、キラースライドうまく活用してって、敵めっちゃいるな。グレネード？このね、お団子パワー使います、お団子パワー。敵をめちゃくちゃ引き寄せて。よいしょー、見た？今の。ほら、これでアイランド4もクリア。ちょっとね、このね、紫のジェムみたいのは、後々ね、ショップが出てくるんで、それ使えるのでね、しっかりと破壊しておきましょう。ダメージ、これいいの、これいいの、これいいの、これ。遠い敵へのダメージが上がる。もうこれでいいや。ショップ、お、来た、ショップ。ショップ来たね。で、毎回ね、このショップがあるんですよ、ラウンドの途中で。で、ここになんかね、浮いてる頭蓋骨と巨大なカニちゃんがいるから、こいつ名前、トニーです。トニーザショップキーパー。こいつの元でなんか買えるんですよ。あ、これめっちゃいい、これめっちゃいい。島をクリアした後、ラウンドクリアした後、体力がもらえる。これ取るでしょ、これ取るでしょ。しかもこれ回復しがってら、ここにもあるんでね。あともう一個ぐらい欲しいね。弾を使わないで撃てる可能性があると。あと、速度が上がると圧倒的なスピードのカニになれるっていうね。じゃあ行くよ。ランダムチェスト。ランダムチェストにかけて、すぐ行く。お前、やばい、巨大な芋虫男たちいる。ふぅ、いいんじゃない、いいんじゃない、ノー、お前、なんか、金クソみたいな撃ってきてるやついる。な、ジャンプしてんだけど、こいつ。やばい。あ、でも大丈夫か、強いよ。こいつ硬いんだけど。ふう、こいつなんかちょっとがみたいな持ってる。右向け、やっぱ FPS 勢は自分から見て右向けの敵に有利だからね。右向けショット、右向けショットって弾合ってないけど、全然いいのないからこれ取ります。スモールクリスタルパッケージ、これめっちゃいい。エピックレアリティのアイテムもらえるけど、まあ、体力がちょっと奪われるみたいな。ここクリアしてめっちゃいい武器としたいね。勝てると思うのよと。カニの王、前太郎に、ジャンピングしてくるカニたちがちょっとうざいから。うまし。なんか、紫の、変なのいる。ノー、待って、グレネードがマジで強いのよ、このゲーム。なんだこいつ、目の前。恥を知れ、恥を。ほう、ほう、ほう、
見た今の見ましたか皆さん、回転しながらの銃、これで多分いいアイテム出るはず。いいね、紫を全部ムラムラしてると、えいよ、グレネードが強くなる。取ったぞ。スキルチェスト見たことないぞ。スキルチェスト欲しいね。しかもグレネードが強化されたから、多分グレネード今回、お前なんかちょっと敵強くなってきたね。おあ、やばい、体力回復したよ俺。強い、でもグレネードがなんか反射してる。ほら強くね。あ、お前団子落ちてった今。え、俺も食らうのこの、なんだこの芋虫は。ただね、このなんか太ってる芋虫ね、倒したらなんか爆発するのよ。だから仲間をもう殺していくと。結構自分の味方にいたら嫌いなやつだね。死んだら味方も殺していくというね。クレイジーボーイですよ。クラウド、グレネイド。お前やばい、骸骨の音する。骸骨、オーノーノーノー、空飛ぶ骸骨。おおなんだなんだ今の。え、なんか敵全員爆発したんだけど。必殺奥義ですね。主人公がたまに覚醒して全員倒した時あると。それ今です、それ。No. 弾数増やせる。あ、増えてる。11発になった。これマジででかいよ。あ、ショップだ、でも。ここでショップ来たのはでかいと。回復しておいて、シルバーハート。体力を100増やす。いや、これ買うでしょ。240の男。あれなのよ。リロールできるから一回リロードして。ビッグハーツ？え、センチュリータレッツ？タレットもらえんの？エピック強いから、どっちも取っていくか。Another one. おい、なんかめちゃくちゃ買ったぞ。おい、おい、強いね。ちょっと俺強すぎない？ 240 入ってた、今。でもどんどん行っちゃうよ、どんどん行っちゃう。これボス戦じゃないこれ。エリート。エリートアーミーだって。ノー、なんだこいつ、こいつ魔法陣使ってきやがる。魔法ガニだ。え、倒せるかも。あ、お前やばい。なにこいつ。オッケーオッケー、ちょっとね、調子に乗ると死にそうだから。あ、倒した、な、いた。オーヘイ。こいつなんか、反射してるスーパーボール打ってくる。ノー、なんかスーパーボール打ってくる。あ、でもクリティカルダメージがえぐい。倒せるぞ、倒せる。これさすがに倒せるね。ここに入り込むかに。やっぱでかいのはね、懐に入り込むと弱いから。しかもチェストめちゃくちゃ出たんだけど。キーチェスト。なんかニューコンテンツ解除できるだって。いいね、エピックチェストもらっちゃって。AOE ブラスト撃つだって。なんで AOE ブラスト、でも強そうだからもらってこう。ブロンズハート 50% 体力増える。いいね。あ、50増える。メリークリティカル、もういいや。よくわかんないから取った。バイオーム。次のバイオームだって。来たね。あ、これ10ラウンドごとにあれか。バイオームが変わっていくのか。うわ、なんか雪に来たんだけど。あ、しかもタレットがある、俺のスキルで。え、強くね、タレット。あ、落ちてったし今。はい、余裕なんですけど。近くの敵へのダメージ力上げちゃって、最強のカニへとなっていくと。これ何ラウンドいけるだろう俺。エレメンタルチェスト、カニで戦うのがこんな楽しいと思わなかったぞ。あ、タレットある、タレット。これね、タレットの近くでね行動した方がいいね。見て、俺のタレット一人頑張ってんだよ。頑張れタレット。おノー、タレット来てる。タレットがマジで強い。タレットが強すぎる。俺タレットなら一生戦えるよ、君となら。敵を凍らせるだって。え、待って、俺最強のカニになってきたんだけど。ラックアップグレード、いいねいいね。もうどんどん、もうどんどんこうやって強くなってって、無敵のカニになるんですよ我々は。あれ何これ、うわ、骸骨ボーイ。お、こんな凍ってる凍ってる骸骨だったか。やばい。あ、余裕で勝った。凍らせんの強くない。弾を使わないで済む。取っときましょう。で、ダメージチェストもいっちゃって、やっぱこれね、いかにダメージを上げまくって敵を早く素早く倒せるからね。これから多分敵がどんどん増えてくるから。なんだこれ。おお、トリックショットガニにもなられると。凍らせんの強っ。おや、ボン。これ勝てないね、このカニたちじゃ。カニの王みたいなもんじゃん俺。はい、よいしょ。ラウンド14も、グレネード投げて、余裕でクリアと。遠距離の敵のダメージ上げてくかも。チョップ。はい、そしてショップ来たね。ブロンズハート買っとくか。テレ50増やして、リロールする。俺めっちゃあんだけど、紫ダイヤモンド。シルバーアーマー。そして、ブレットプルーフ。ダメージを防ぐ可能性があると。はい、買っちゃって。ダメージ増加も買っちゃって。コンボすると体力が回復するだって。え、めっちゃ強いんだけど。見てこれ、やばくない？おお！敵を倒したと回復できる。サイズ上げて。あ、もう最強ですね。行っちゃいますか。ラックチェスト行って。オッケー、でもそろそろね、敵もまあまあ強くなってくる可能性があると。私も思うんですよ。ね？でもしかし、この俊敏な動きについてこれるカニは、なかなかいないと。お、キモい音がする。やめろお前。その声やめろ。グレイ！グレネード・ランチャー！さっきね、遠距離攻撃も上げたから、ショットガンでさえも、遠距離でめっちゃダメージある。見てほら。ショットガンであんなダメージ入る普通。まだいんな。ノー！
はい、アイランド16クリア。敵倒したら弾がもらえると。もらっておきましょう。いや、スキルチェストやろ、これは。おうし。おう。おう、そういうことね。そういうことしないと。そういうことしないと。俺を挟み撃ちにして、殺したいの見え見えなんですよ、その策。グレネイド!オッケーオッケー、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、これで。はい、マニー。しっかりと敵の動きを見極めつつだよ。青いカニに負けたらね、もう、恥よ。恥。赤カニ種族の恥よ。やばい!こいつ凍るわ!こいつの。うわ、やばい!こいつ凍る。凍らしてくる。性格悪い。しかも硬い。あ、でも倒した、でも倒した、でも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 余裕ですね。ビッグマーグ。クリップサイズ取って。お、なんだこれ。クリティカルチェスト取りますか。お、タレット久しぶり見たな。え、タレット強くね?あ、違うわ。うわ、なんか変なの来た!飛んでくる!見た目の割にめちゃくちゃ動ける虫が来た。グレネードがなかったらね、ちょっと危ない場面いくつかあったって今まで。いや、ないな。危ない部分なんてないんですよ、我々。お前。変なカニいる。カニじゃねえや。あれだ。俺もう弾リロードしなくていいんだけど。なんか無限に弾あんだけど、ほら。しかもなんか爆発したし、全員。クリティカルショットの可能性は上げていって、ショップ来たね。え ?4000 あるよ、俺。大金持ちがねえよ。あ、大金持ちかんねえよ。宝具が欲しいな。これ買っちゃいます。シルバーアーマー。シルバーハート買っちゃって。ちょっと一回リロードして。弾の周りにオーラがつくだって。なんか強そうだから買っちゃおう。俺もう体力めちゃくちゃあんだけど。シルバーアーマーまた、もうマックスやん。見てこれ。今、何ダメージ?400くらい入る。エリートエネミー。ちょっと、エリートよ。エリート来たね!くらいエリート!お前、このエリートなんか投げてくんのよ。くらいエリート。オーノー!ノー!あ、でも全然、お前やべえ。ジャンピングに。ジャンピングスタイル。すぐレネ投げて。当てていくと。ノー。ノー。な、俺の防具が強すぎて全然体力減ってないわ。お前、もう。肉体戦よ、肉弾戦。肉弾戦。殴り合いの。お前やべえ。納豆投げてくるから。肉弾戦で俺に勝てると思うねよ。肉弾戦俺に勝てると思うな。この紫変なカニ、やばい、見てもう弾が変な、俺弾が変な、スキルかなんかの影響で。はい、肉弾戦勝利。鍵めっちゃもらえるんだけど、これなんか武器アンロックできんのかな。グレネードのダメージ上げといて、また体力増えた。あ、そしてバイオム、次のバイオム来た。もう21よ。なんかやばいとこに来たんだけど、いかにもカニが生息してはいけない場所に来たぞ。そしてまだ俺のタレットあった。ただもうタレットでもね、敵があんま倒せなくなってきたね。やめろ、草虫。ポイズンアントだったやつ、毒タイプか。おい、でも毒でも勝てないと。ショットガン持ったカニには。ハイダメージ、高ダメージな弾を撃てる可能性があると。ダメージ、もうダメージどんどん上げていけば、これ。無敵なんじゃねえ、俺。ノー、これ、あれか、これ、溶岩に入ったら溶けるんじゃねえ、俺。下手したら。お前、やばい。ただ、芋虫がめっちゃいる。芋虫なのか分かんないけど。うおー、気持ちいいね、今の。今のはちょっと良かったね。ウルトラショットまたあったんだけど、高いダメージの弾を撃てる可能性があると。そして、クリティカルチャンスが上がる世界に来たんだけど、敵が出現するときになんか輪っか放つみたいな。くんじゃねえ!お前、なにこれ!でかくね、このカニ!やばい、でかいぞ。おの!おの!おの!お前、どうなってんだよ、これ!どうなってんだよ、これ!ノー、やばい、なんか息強くなった気がするんだけど。あ、引き込まれてる、引き込まれてる、こいつら。ノーノー、どうやって踊るな、踊ってんだけど。よしよしよし、危なっ。ちょっと今の怖かったね。クリティカルチャンス上げといて、クリティカルチャンスの上げて、ダブルクリティカルチャンス上げよう今の。ヘルスチェスト。やばいやばいやばいです、こいつ。こいつ最近倒した方がいい。こいつやばいって、こいつ硬いし、なんか柔らかそうな見た目しやがって。人は見かけによらないと教えてくれてますか、このゲームは。お前、はいやー、いいねいいね。デブっちょいモムシが意外とね、味方を殺してくれるからね、楽だ。ブロンズアーマー取っといて、コンボ決めたら体力上がるの取っといて。え、もう俺死ねないって俺。ショップもう来たし。いや、これもう体力増えんのか俺。あ、増えてる、まだ体力増えるんだ。グレネード強化しといて。ちょっと待って、これもうお金持ちするから何回でもできるんだけど。 AOE ブラストもなんかよくわかんないけど、つけてどんどん弾を強くしてって。またリロー、金来た、金来た、ゴールドアーマー。あ、意味なかった。メガクリットできる可能性があると。3倍だって。もういいや、これでいいや。もうエレメンタルチェストの方を取ってって、ここで負けるわけにはいかないと。こんな団子たちによってね、殺されたらもうね、我々はこんなところで負けない。確かに俺がマジでカニの世界にいたらこんな感じだって。動き回りを爆中しまくるよ、俺。やばい。敵が多い。ノー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 。イモムシ倒して、イモムシ倒して。巨大ガニも来てるね。
ちょっと大きいからって調子に乗るなと。おやべえ、あ、でも全然体力、なんか俺やばいやばい言ってるけど、体力めちゃくちゃあんねん俺。あとこいつだけやろもう。あれまだいる？うわ。え？なんだこいつ。なんか、ここ、なんだこいつ、なんで動かないんだ。え、いないんだけど。あ、いた！お前どこに隠れてんのお前。おい、なんかずっと隠れてるおっさんがいたけど、ポイズンエナミー。敵を毒にするとダメージテストまた取っちゃっていいんですかと。いいん、なんか癖でねリロードしちゃうわ。リロードしなくていいのよもう俺。やめろ今間違えんな。お前なんか変なやついる、変なやついる。こいつ倒さないとダメだ。凍った凍った凍ってやんの、凍ってやんの。お前やばい、この骸骨の野郎強え。硬くね、早すぎる。でも連射がうますぎる。見てこの、お前勝てると思うな、このスカルな。お前何やってんのお前、何お前地面に寝転がってんだ。よいしょ、近距離の敵のダメージ上げて、うーん、ダメージまたダメージちょっと上げてっか。もう少しで30だよ。30ラウンドだよ、30ラウンド。とんがりコーン来た、とんがりコーン来た、とんがりコーン飛んでくんな俺に。いいねいいね、もうねショットガンだからめっちゃ撃ちにしとけばどっかで当たるから。スカルボーイいる、スカルボーイいる。この声はスカルボーイだな。この声は俗に聞くスカルボーイだな。腐ってるアリもいる。ノーノーノー、ちょっと多いって敵。早すぎる。でも俺のこいつ倒しときたいね、こいつ。あ、弱いわ。ヤングムシも倒して。なんかもう俺もうショットガン系マシンガン、なんだなんだ、カボチャ飛んできてた。飛んでるカボチャがいたぞ。まあいいや、ウルトラショット取っといて。あ、もうショップだ。え、なんでだ。え、次ボスじゃない。29でショップってことは1万円あんだけど。メガショット取って、クリティカルブラストも取って、もうクリティカルめちゃくちゃ上がってんだけど。シルバーハート取って、あれが欲しいね、防具、防具アイテム欲しい。ノー、あ、まあ、壊れた。あ、来た来た来た、シルバーも OK。 もう勝てないでしょ俺に。はい、体力も増やして、リロードも、はい、もう全部取ったけど。お、なんか出た、メイスボールズを撃てるって。お、すごい、魔法使いだ、魔法官だ俺。え、待って、ボスだって来た。これ30でボスなんだ。 Defeat the boss become a champion。 カニの王になるために倒すと。どこだボス。うこいつかよ、お前巨大な頭蓋骨や、まさかのキングスカル。しかし肉弾戦俺強いから、肉弾戦俺強くない。見て、おめえなんか発見者を回転して近づいてきてる。なんであいつクレイジースカル。え、でもしかし俺の肉弾戦勝てると思ってる。くらいくらいくらい、もう半分減ってよ、もう半分減らしてよ。しかも弾は全然ない。あ、コブン出してきた、変なコブン出してきやがった。コブン出して俺に勝てると思ってんのよ。ここまで俺は数々の試練を乗り越えてきたと、カニとして。はい、クリア、クリアじゃない、鍵めっちゃゲットした。楽しいこれ。お、クラブアイランド。あ、これあれか、なんかパークとか次またやるときに持ち越せんのか。見て、金のカニ、ビクトリーグラウンド、ビカメチャンピオン取ったよ。あれ、あ、ここで鍵使って、これ武器とか増やしていけるんだ。はい、ということで皆さん、またカニに、このよくわかんないミニガンとか持たせて戦ってほしい方は、高評価のチャンネル登録をしてってね。